こんにちは、吉野さん。そう、ニーズがあるから売る。これはビジネスをやってる上では欠かせないことだと思います。で、私もそういう時期ありました。ニーズがあるから売る。何でも売る。とにかくチャンスがあればセールスにしてお金に変えていく。なぜならそこに求めてる人がいて、求めてるものを提供できる自分のスキルがあるからなんですよ。商品があるから、アフィリエイトがあるからなんですよね。で、今はね、結構お金にそんなに焦らなくなってきたりとか、ビジネスを手放しても投資ってものが運用益を生み出してくれてるなっていうところで、一つ考えることがあったんですよ。自分の意にそぐわないものはお金になる、儲かると思ってもやらないっていう、そういうふうな原則がさらに強まってきたんですよね。その一つのポジショントークとして、私は裁量ができるんで自動売買ツールをまああまり支持しないんですよ。逆に言うと、自動売買ツールをやったらその瞬間私の裁量っていうのは信用を失うってことが分かってるんですよ。まあ、ですので意地でもやらないし売らないですね。どんなに信用がある人が自動売買ツール売ってくださいってもやらないですね。それによって私がずっと裁量をやってきたことが疑われ始めるのが気に食わないってところですかね。まあ、こんな頑固親父ができてしまいました。それからね、ブックメーカーとかもあるんですけども、確かあれね 95-6% の確率でやっぱ勝てるんですよ。でもやっぱり最後は裁量が勝つと思ってるんですよね。それはじゃあ 95% いや 99% でもいいですよ。 99% の確率でお金が倍になる、そんな商売があるとしてやりたいと思います？ほとんどの人がやりたいと思うんですよ。それは正解です。でも私の考え方は逆なんですよ。100分の1の確率で全財産がなくなるって考えるんですよ。ブックメーカーにしてもそうだし、他の、まあ、ネットワークビジネスとかね、例のやつにしてもそうですけども、いつでも資金が全部なくなるっていうリスクをはらみながら、ちょっとずつ毎日増えていくっていうことなんですよ。だから短期的にやって撤退が正解だと思いますし、短期的にやる初日に崩壊が起きるかもしれないっていうのも確保しなければならないと思うんですよね。まあ、ですんで短期的にやって崩壊してもいいように、最初は余剰資金、そして最後は余剰資金、ずっと余剰資金、なくなってもいいようなお金でやっていくってことだと思います。もちろん余剰資金みたいな金をちょろちょろ言っても大きな資産は作れませんよ。でもそれが実力ならそれでいいじゃないですか。だって資産を作る実力がないんだもん。宝くじをやってるわけじゃなくて、お金を増やす活動をやってるわけですよね。なら最初は自分のスキルに応じて少ないリスクで少ないリターンを取っていくべきなんですよ。でも少ないリスクで大きなリターンを取ると思うから、実はそれが逆にですね、大きなリスクで少ないリターンを取っていることに気づかないんですよ。で、ブックメーカーで資金が増える、確かにそうでしょう。 95% の確率で自分の入れた資金が 1.2 倍とか 1.3 倍になる、それは魅力的だと思いますけども、こんな少ないリスクのために全損する可能性にかけてしまってるってことが見えてこないんですよね。100分の1の確率で全部なくなるよ、でも100分の99の確率で自分の資金は倍に増えるよ、これ割がいいですかねと思うんですよ。私の今の視点から見ると割は悪いと思うんですよ。でも私も最初初心者の頃は割がいいと思ってたでしょうね、きっと。なんでそういうふうに見方が変わるかというと、私は別の稼ぎ方を手に入れたからなんですよ。相対的に 99% の確率で儲かる方法ってのは割が悪いなと思うんですよね。吉田さん、だってね、まあ同じように思うと思いますけども、自分の商品作って販売したら、これ悪くて売上ゼロ、マイナスにはなんないんですよね。でも良ければプラス売上になるんですよ。もっと言ったらね、悪くて売上ゼロでも売ったというスキル、集めたというスキル、表現したというスキル、これは上積みされていくわけなんですよね。だから結局売れなくても得なんですよ。だからビジネスをやること、これが全ての根幹にあると思うのは、吉田さんと同じ思いなんじゃないかなと思います。ビジネスができないのに投資事とかね、他のこととか手出さない方がいいような気がするんですけどね。いかがでしょうか。いってらっしゃい。